カサカサ言っとる、うん、やりよう。いや迷う、画角ちょっと探してね。まず探しよう。そうなん、こんばんは。やっとるよ。どうしよう、迷うの。え、なんかリボンみたいなもらったわ、かわいい。ありがとうございます。こんばんは。これは怒る。え、なんか私の手の位置がこうきちゃんのアウターが。あ、今日我が家にポコが来たんですよ。聞こえますか、ポコちゃん。ゴロゴロ言ってる。さっきポコが来たんです。こんばんは。これ上にさ、怒る怒る、ん、怒る怒るこんばんは、中村舞です。キポです。ちょっとね、諸事情があって舞級の家にいるんですけども、あんまりちょっと帰る気にならずにちょっと私髪の毛がなんか全部なんか珍しく、おきちゃんがね弱気なんですよ。そうなんです。マイキューが全然今日 LINE を返してくれない。本当はねマイちゃんにケーキあげようと思ったんやけど、うん、もう全部食べちゃった。こんばんは。今日はポコちゃんを、え、ちょっとなんか膝枕してきたんですけど、なんか文句言いながら膝枕してきて、ポコちゃんをねマイキューの家で預かってもらうから。そうなんですよ、今日からねポコちゃんが来てます。喉が。そのためにね、なんか肉まんみたいなの、ありがとうございます。今ハットと、まあさっさと帰ればよかったんですけど、ちょっと話が弾んでね。でね、でもね、定期的にオキちゃんがね、な、私のこと帰ってほしいと思っとる早く帰ってほしいと思っとるってすごい聞いてきて、うん、いや思ってないってばみたいな。え、このまま起き上がったら怒る。ねえ、いろいろ映りそうやん、なんかほら。え、なくない、あるなんか。やめてぎゃ。え、このまま起きるよ。いやー、どうするん、一回画面オフにして起きてや。ああ、ああ、出る出る、あ、こっちがいい。何やねん、ピッ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 、よいしょ、来ましたね。なんかお鍋もらった、美味しそう。え、ちょっと今日美容院行ったけん、ちょっと髪がサラサラないよ、気づくかな。じゃーん、これが噂のおきちゃんです。そうです、人見知り発揮するわ。うーん、私はうつさん。何を、おいおい、なんだよ。最近お気前は喧嘩もなく、いや、それがマイキューが本当にね、LINE を全く返さなくて、昨日とか既読無視、本当に違う私ただ違うよ、別にどうでもいい用事だったらいいんだけど、うん、どうでもよくない、割とそのケーキいるっていう生ものを今日食べるっていう事情があるのに、うん、なんか既読無視しとって。違うよね、あの聞いてほしい、あの、こう見て見て、あ、返さんといけんなって思っとったんじゃけど、あとで返そうと思って。なのにツイートはするし、 LINE のグループには返しとるし。え、なんで返してないよ。返しとったら PR 舞台の LINE のグループに、私そばでお願いしますパセリに返しとったそうだ、早くこれは返さんといけんと思ったら、いや、私も返、違う、もうみんなが早期そば、ショーでお願いしますみたいな LINE しとったけ、あの、私が最後やったらね、いや、あ、これやばいわ、早く返さんといけんと思って、早期そば、ショーでお願いしますっていう。私も今日ケーキもらったけど食べるって、生ものじゃけん明日までなんだけど、どうって。しかも今日の朝も帰ってこん、今日の夕方も帰ってこん、私もう取り消ししたんよ、ね、え、違う LINE、 あれ、既読つけとったよね。既読ついとったけど、それで、あ、やばいやばい、これ返さんといけんわと思っとったんだけどね、あ、嘘、また返すの、ま、ほんとたらなんかおきちゃんがすごい弱気になっちゃって。そうだよ、ね、違うんよもうね、くもありがとうございます。ちっちゃい、そばは本当に早く返さんといけんかったなと思って。いや違う、ケーキもよ。え、ケーキもなんだけど、そばよりケーキよケーキよ、私今日一人寂しくケーキ食べてね、うん、うん、もう LINE ね返せんのよ、なんか返しなよ。電話だったらまだ
出る時と出る時あるけど、いや電話しても出んかったよ。しかも今日、しかも電話して出んくて、うん、結構待ったけど出んくて、うん、で私が LINE したら、電話終わって LINE したらすぐ帰ってきた。あ、違う違う、私の電話が切れた時に、あやばい電話って思って送ったよ。いや、そしたらなんか2日連続ぐらいそのいろんな人で電話を切られて。そんなに電話切られた？いや、ソロさんだけだけど、ソロハもね、ソロハともいいけど、その電話多分私が違うよ、電話していいっていう電話だったらあれなんだけど、急遽電話来たら取れんのよ。LINE で打つより電話するのが早いけん電話したのに、多分私が厄介な頼み事をしてくると思って2人とも電話を出んくて、その後にすぐあの LINE をしてくるっていう、そんなことがね、あの2回も続いたからね、私はもうあのなえっていうね、そんなことがありまして。そんなことないよ、もういいよ。いや私さ、やっぱさ、なんかダメじゃんわ、うん、ダメじゃん、反省しろ。でも聞いて、そばのラインは反省、もう私が最後やったの、7人みんなね、うん、ソーキそばショーでお願いしますみたいな、うん、ソーキそばでお願いしますみたいな、ラインいいよそばは。いや私ね、やばいと思って、これもう6人返してるのに私だけ返してない、やばいと思って。選択肢はそばと何があった、なんか宮あれ何なのかね、よう分からん、分かんない、パセリが見つけてきた沖縄の料理屋さん、宮古そばと、そうなんか、うん、どうもありがとうございます。そうなんですよ、いやちょっと言ったんよ、ケーキが明日まで持つみたいな、いや持つって来たけん LINE したのに帰ってこんくて、多分私が LINE せんかったら今日もの夜も帰ってきてないんよ、じゃけんもう食べた一人で、悲しくでかいケーキを。怒っておられます、おっきさん、ワイが謝る、ごめんね、だってマイキューが代わりに謝ってくれたらいいよ。ポコが走ってる、マイちゃんはね、家入った瞬間何着てくん沖縄って、え、そうずっとパッキングができんくって、そうなんよ、長袖か半袖か私に選択肢を求めてくれて、私もまだパッキングしてなくて、うん、しかも半袖もないし、言うてなんで謝らないのって怒られたんだけど、おきちゃんごめんね。やだよそんな人が見てるとこでの謝罪は、なんだよ。でもさ、ちょっと一個言い訳していい、みんなもさ私のさ予定を知ってるわけじゃないから、なんかなんかさ怖いんだけど、なんで謝らないのってさ、すごい怖くない？そうだよ、逆に謝罪要求しないよ、うん、本当謝ってください。なんで私に謝らないんですか今。かわいそう、マイキューが普段言えない不満を全部言ってく回、ね、じゃあはい、じゃあ1個目、うん、不満、あ不満って不満、不満何不満って不満、不満、うん、不満、不満、うん、イントネーションやばない、わらうるさい、あーもう、お呼吸が。じゃあ不満、はい、割と最近ねずっとイライラしたんよね。へえ、なんでなんかさ、なんかなんやろうな、うん、意見ってあるやん、まあ、押し付けんとってほしいっていう気持ちになっちゃって、うん、あ、ほうほう、私がメンタルケアしてあげるわ、うん、もうあなたの意見は分かったよ、でも私の意見はそれはない、対人、対人、いや、まあ、ファンの人とかじゃなくて人もう全般ってこと？いや私最近マネージャーさんともなったし、いやマジでね、マイキューのマネージャーさん大変じゃけんね、いやマイキューのマネージャーさんっていうか、でもさ、うん、大事な話し合いもあるやん、うん、個人的な要求じゃなくてさ、うんうん、そう、それで、うん、なんか意見とか、うん、大事じゃん、うんうん、でもさ、もうなんかもう、もう疲れちゃったよ。そういう時さ、なんか代打案みたいな出してます？うん、出してる。うん。検討されますか？いや、一周されるね。うん。うん、なんか、難しいね。なるほどね。社会の。じゃあ、まいちゃん、サラリーマンだったら、あんまり企画が通らんタイプなんかもしれん。そうなのかな。
ってもさ、もう分からんくなってくるよね。ここまで来ると自分が普通じゃないんかなとか、この普通って何なんかなとか思い始めてくるよね。哲学じゃね。うん。まあ他にじゃあ不満第2じゃあお願いします。不満第 2?、うん、ちょっと今謝れって言われたことかな。怒り割り込んでくる。うん、怒っとる今。モヤモヤしとるわ。分かった、じゃあ不満第3。プン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 、はい、分かった分かった。不満第 3?、うん、むずいな。あ、でもいいよ。うーん、でもいいよ。普段マイキューのルームで言えないことでも、まいちゃんのねルームはねおもろい。おもろいだって、うん、どうどうDo it。 どうおもろいだって面白い。多分まいちゃんはあの妖精さんだと思ってるけど私のこと。どういうこと。中村まいさんはね妖精だと思ってる。思ってないと思うけどね。みんな思ってるよ。思ってないよね。ね、ちゃんと私結構さショールームで怒ったりしとるけんさ。怒ったん、なんて怒るん、うん、え、怒っとるよね。え、なんかイライラするみたいな。ほら思ってないって人多いよ。イライラする。じゃあ、うん、ストレス溜まってるな。だってうーん、ストレスっていうかなんか、うん、不満、うん、難しい。もう生きづらい世の中。本当にかわいそうに。でもみんなそんな世の中生きとんよ。うん、そうよ。みんなもね。そうやそうや、マジ頑張っとるよみんな。そうだそうだ。私のストレスなんだと思う。うーん、電話切られたこと。そう、電話切られたってか電話出なか出てもらえなかったこと。出てもらえんことが続くこと。2回じゃろ。でもその2回にね込められたんよ思いがね。うん、だってさ既読スルーは違うな、後で返そうと思ってたを忘れてたっていうのがめっちゃあるが10時間ぐらいあったんですよ、うん、でそのまま寝ちゃってた。あ、これ後で返そうとか 思ってたらなんか時間とか聞かれて、で、あ、ちょっと待ってよとか思ってたらもう忘れとって、あっ、おきちゃんからだいたいちいかわのスタンプが送られてくる。ふぐーみたいな。あーみたいな。ちいかわが涙こらえてる写真、ね、そうふぐーみたいな。そういうの、そういうのをね送ります。言い訳って言われた。うるさい、怒っとる、うん、最近はうるさいって終わらす。これあのいい、うるさい、うるさい。だって本当なんだもん。今日尖ってるね。うん、怒っとる。なんで今日そんな尖った。なんで尖っ、感情のままに生きてるからね。お、かっこいい。感情のままに生きてる。今どういう感情。もう泣きそう。気持ちが不安定なんだけど。辛い。まいちゃん泣くと怒るにしか方向がない。そんなことない。喜びはじゃん。喜びもある。もういろんな喜びもある。何がある。いや本当よ、日々あのライブとかしとって喜びあるよ。楽しいなとか思うよ本当、うん、けどそれまでの中にもやっぱり、うん、あのうわーもあるよね。あ、喜怒哀楽がちゃんとあっていいね、うん、ありがとう。まいちゃんはいつも何かと頑張って戦って怒ってる感じ。どうじゃろうね。どうじゃろうね。どうじゃろう。じゃろうね。でも私が、うん、マジで舞ちゃんが怒るかもしれんけど何と戦っとんじゃろうって思っとった時が一個だけあって、うん、その MV 撮影の、うん、言ってもいい？いつの話？あの花だれの MV 撮影のやつ。2日目？いや、いつだったか分からんけど、え、寝とったやつ。あ、ね、寝て起きたら怒られとったやつ。そう。え、これ自分から言いたいわ。じゃあ言って。じゃあ舞ちゃん側のまず意見からね。うん、すごい時間ある？まだ52分か。あ、まあまあまあ7分あればいける。いやね、花だれがとりあえず、うん、すっごい睡眠時間がほんとなくって、うんうん、マジで睡眠がないと、うんうん、頭が働かんくって、うんうんうん、でね寝とったんそので休憩時間が、うん、その朝
朝早朝に、うん、その2日目早朝に撮影を終えて、うん、そっから3時間ぐらい空いとって、うん、その時間は、うん、休憩って言われとったんよ、うん、で寝よったんよね、うんうん、そしたらなんかめっちゃ起こされて、うん、で起きた時にはもう怒られよったんよ、うん、マネージャーさんに、うん、でなんで起こされたん、なんで、うん、自分が怒られてるかわからんくて、うん、そしたらなんかその休憩中に TikTok を撮る予定だったみたいな、うん、言われて、うん、で私でももう爆睡しとったけその、うん、マネージャーさんが10分ぐらい起こしよったけど、うん、その記憶が全くなくって、うん、で自分が意識が戻った時にはもうマネージャーさんは10分間ぐらい起こしとったけ怒っとるわけ、うんうん、でもう意味がわからんくて、うん、でそしたらなんかそのみんながねおったよねその周りに、うんうん、もうみんなが私のこと見とって、うん、で涙が出てきて感情もうボロボロになって涙がブワーって出てきてでもうマネージャーさんも怒ってどっか行っちゃってでなんか他のもうみんなもなんで行かないのみたいな感じのちょっと空気だったんよ、うん、でそれが辛くって、うん、で、うんなんで怒られたかもなんで怒られたかも全部わからんなんでみたいなじゃあこれをあの私目線で、うん、まず私目線の話ね、うん、どうぞ、なんかまあ寝ようったのよねまいちゃんが休憩中に、うん、でしたマネージャーさんが来て、うん、マイキュー撮影あるよって言って起こし始めたんよ、うん、したらマイキューが起きたんよね一回いやそれ記憶ないよガチで起きて嫌、うん、ですみたいな言った言っとったんやなんか会話をしとったんやちゃんとなんか無理です、うん、行きませんみたいななんか眠いですみたいな言っとってでそのやり取りを 2,3 回繰り返しとって、うん、舞ちゃんは会話をしとるのを見たんや私はいや私知らんのにそれがでね、うん、そのまあ何回目か分からんけどもうマネージャーさんがめっちゃ焦り始めて、うん、もうマイケル本当に撮影しに行かんといけんけんみたいな感じで、うん、もうマイケルがそしたらめっちゃ泣き始めて、うん、もう無理ですって言い始めてだってさ休憩って言われとったんようんうんうんさあうん、私あの時だけ TikTok を相当恨んだもんでなんで今 TikTok そうなんよで TikTok を、うん、撮ることになっとったんよお決まりでね、うんうん、あれお決まりだったお決まりだったんよ、うん、で、うん、その TikTok のマイキューの顔が、うん、めっちゃ不機嫌なんよ不機嫌っていうか違うよもう疲れすぎてねそれがねちょっと見てほしいんよそうあれめっちゃ辛かった、うん、しかもねみんなもうすっごいね結構なんかえなんでみたいなめっちゃ周りに寄ったんよあのうんめっちゃね全員の企画しかもみんなねみんな静かだったんよ静かだったよ本当に静かで、うん、誰一人何も言わんくって、うん、とおきちゃんだけが来てなんか、うん、なんか言ったよねなんだかマイキュー行こうって言ったよもうなんか辛くてもう無理ってそう本当にあの時はもう悲しかった私ねあの時ねまいちゃん無遊病じゃないんかなと思ったよね、うん、覚えてなくてだってこんなに会話しょんのにさめっちゃ会話した無理です行きません嫌ですって言っとんのにえだってさ記憶にないっていう本当、よね信じてほしいこれ本当なんよそうよもうだって私確認したもん確認したんよ聞いてちょっと寝る前に確認したんよ、うん、本当に休みなんですねって、うん、じゃこれ絶対私に今から寝ますからねって言って寝たんよ、うん、しかもねその今となっては笑える全員かわいそうだったよマネージャーさんもかわいそうですしマイケルもかわいそうですしあの近くにおるアンピもかわいそうですもうみんな地獄よあの空気は全員かわいそうだったなんかこんなね、誰もなるマネージャーさんもさ早く取らんといけんのにお禁止さアンピーもなんか近くにもねいやね結構撮影の交番が変わるってのはあのよくあるっていうかね、ね、あ思うんやけどやっぱ休憩時間寝ん方がいいよ寝たらね寝てなかったんよ本当に朝早かったんよこれだけは分かってくれるよないやもうなんか最近ね寝たらしんどくなるってことがねだけあのね起きるのしんどいやんじゃあ私みたいにオールすればいいやんいやもうそれができんの休憩中も寝んかったらいいんできんって言っとるがほんまにねおすすめ私今日も寝んかもしれん本当にできんのんよいやこれはもう私の体になってくださいっていうねそんなことがね4月ぐらいにありましたあの難しい全力まるまる始めるよみたいなやつとかも結構まいちゃんの眠たさピークの時あった気がするうん、なんだっけあれ TikTok の覚えてる覚えてないや割と最初の方かな始めたてかな、
ちょっとタワーもらってた、ありがとうございます。どなただ明日お礼させてもらおう。明日テレ東音楽祭に出て。そうなんですよ、ちょっとごめんなさい。ツインテールの日なのにツインテールしてないよ。ツインテール。俺はマイケルと同じで寝ないとダメだ。なんかさ、もうこのショールームで今日嫌われたかもしれんわ。嫌われんよ。ありがとな、じゃあな。大丈夫だよ。ああ、そんだけね、マイケルがね、いろんなものと人よりね負荷がかかるあの体で頑張ってるってことが伝わったらいいんですよ。繊細なのでね。繊細、そう、繊細級。うん、繊細級。見てください、この繊細そうな顔。あ、ん、あれ、まだある。おやすみ、おやすみなさい。おやすみなさい。ちょっと盤上読めなかった。バイバイ。メンタルケアしてあげて。でも割とメンタル強いよね今。そうかいね。そんでもなかったわ。明日頑張ります。パッキングせねばね。そうよ、頑張るんご。おやすみなさい。明日見てください、テレ東音楽祭見てください。バイバイ。さようなら。これ何分に終わるん。終わったんじゃない、終わってないよ。しかもめっちゃタンクトップ出る、これ。しかもこれちょっとダサいんですよね、色が。バイバーイ。